見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。そう飲むと体が柔らかくなるの？そう飲むと体が柔らかくなるという話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。酢には疲労回復や血流改善などの効果があり、体に良い食材というイメージがありますよね。でも酢を飲むと体が柔らかくなるという話は残念ながら科学的な根拠のない迷信のようです。酢には筋肉の柔軟性とは直接的な関係はありません。この言い伝え、実は昔サーカスの人たちが疲労回復のために酢を飲んでいたことが由来と言われています。サーカスに出ている人たちって体がとっても柔らかいですもんね。酢を飲んで体は柔らかくなりませんが、適度な運動とストレッチを行うことによって筋肉の柔軟性は高まります。ストレッチには静的ストレッチと動的ストレッチの2種類があり、用途に合わせて使い分けることが効果的です。静的ストレッチとは、ゆっくりと筋肉を伸ばせるところまで伸ばして静止するストレッチ法です。柔軟性を高めたり、疲労回復やリラックス効果を得たりするのに適しています。動的ストレッチとは、体を動かしながら筋肉を伸ばしていくストレッチ法です。体温や筋温を上げたり、関節や筋肉の動きを良くしたりするのに適しています。酢は体にいい食品ですが、飲みすぎると胃や歯に悪影響を及ぼす可能性があります。1日に飲む量は大さじ1杯程度にしておきましょう。最後まで見てくれてありがとう。他にも動画あるので見てね。